寂しいは寂しいけど、これはこれでなかなか充実していたかも。さて、そろそろ部屋に戻ろうかしら。ルシファー様、どこですかっと。今の声ってフェルよね。フェルってそんなに悪い子じゃないんだけど。もしかしたら休養かもしれない。ベリアルやベルの使いっていう可能性もあるし。あ、いた。ルシファー様、こんなとこにいたんだ。ええ、寝坊しちゃったから一人で朝ごはんを食べてたの。ルシファー様も寝坊すんだな。俺もよくするからお揃いだ。あら、私はよくはしないわよ。今日はたまたまだもの。そうなのか。じゃあ俺だけ。ま、いいけどさ。はあ、これは危なくないもんだから。これさ、ベリやアデルには内緒だからな。内緒？そ、内緒。俺からあんたにプレゼント。気に入るといいけど。金属的なアクセサリーっぽいかも。早く開けろって。あんたの喜ぶ顔見たいから早く見せろって。喜ぶのは確定なんだ。これってドッグタグって言ってさ、兵士がつけるアクセサリーらしいぜ。うん、それは見てわかるんだけど。ありがとう。恐ろしく微妙な。これはな、無限大のルシファー様から俺が覚えてる限りだけど、悪魔全員が乗ってんだぜ。あんたは記憶ないんだろ。覚醒したら戻るのかもしんないけど、こういうのあったら覚えやすくねって思って。フェル、ありがとう。どういたしまして。けどさ、悪魔ってすっゲーいるんだよな。とりあえずそこにあんのは俺の覚えてる人数だけ。本当は数百万の大軍勢なんだけど。え？悪魔ってそんなにいるの？デーモンの類まで入れたらキリがないかも。とりあえず役持ちだけでも70だか80だか。ルシファー様がくれた数字順にできるだけしてみたけど、違ったらごめん。ま、急場しのぎだと思ってくれ。は、私ってそんな大軍勢のトップなのね。どうったの？変な顔してるけど。これってそれはルシファー様の奥さんだな。奥さん。いや、聞いてはいた、聞いてはいたけど、なんだかいろいろダメージが。リリス。そう、リリス様。ルシファー様がボスだから姉さんだな。優しくていい匂いで超いい女。あ、っていうかあんた姉さんに。いや、なんでもないか。うんうん、
なんでもないって。改めて言うのもなんだけど、お姉ちゃんって悪魔なんだね。できれば悪魔の姿は人型がいいな、なんとなく。リリス様はな、そもそも人間なんだよ。え？人間世界で初めて嫉妬や愛、淫欲を持った女なんだってさ。んで、それを罪に問われて罰せられそうになったところをルシファー様が救ったんだそうな。そうなの。リリス、お姉ちゃんもルシファーのことを敬愛しているのかしら。私は、ううん、ルシファーは彼女を大事にしていたの。ああ、もちろん。ゼロっていう特別な数字を与えるくらい、すっげー大事にしていたんだぜ。よかった。ルシファー、私はあなたとして覚醒したらどうなるのかしら。考えたってどうしようもないことだけど、それでも考えずにはいられないわ。な、そのタグ役に立ちそうか。ええ、役に立ちそう。本当にありがとう。うん、どういたしまして。まだ自分がどうすべきかはわからない。それでも後悔だけはしたくない。幸せになりたいって思うわ。結局、何も考えがまとまらなかったわね。ルシエル、今いい？別にいいけれど。じゃあ、ちょっと一緒に来てくれる？作戦会議に参加してほしいんだけど。え？作戦会議に？捕虜の私がどうして？あ、そうか。私がルシファーだから。わかったわ。少なくとも、ここにこもっているよりはずっといいわよね。よほど重要な会議なのかしら。それにしても変わった会議室ね。明日は建国祭なわけだが。建国祭ですが、魂が安定する18回目の誕生の日までは待つと。それに彼女の首にはまだ打点を示す刻印はないのでは。建国祭の行われる時期と私の誕生日は近いわ。作戦会議はそのためのものだとしたら、私はもうこちら側についていると思われているのかしら。で、攻めるにあたって向こうのデータなんだけど、そうか、私がこの会議に呼ばれたわけはそういうことだったんだわ。
確かに私は SS の内部情報を知っている。でもそう簡単にそれを言ってしまっていいものなのかしら。やっぱり一度どこかで騒ぎを起こして警備を引きつけるのが一番じゃないか。例えば俺とエーレスがここで暴れるだろう。それでこっちから侵入とか。向こうはこちらの顔ぶれを知っている。人数が足りなければ陽動はすぐに見破られると思うが。だがそれも一つの手か。考えておこう。ルシエル、知ってたら教えてくれねえか。あとはあんたが頼りなんだよ。それはその、ばあちゃん裏切りたくない。ルシエル、嘘をつけば私はこの瞳を裏切ることになるのね。私ジール様を裏切って、ルシエル、もういい。元よりお前の情報であってもそこまで当てにはしていない。信じるに値するのかさえわからないのだからな。なんでわざわざそういう言い方するんだか。無理して欲しくないって素直に言えばいいのに。ずいぶん元気になったようだな、アデル。アデル、後が恐ろしいからそういう発言は慎んでくれ。ま、仕方ねえな。内部情報なんかなくても俺らが天使なんかに負けるわけはねえって。せっかく来ていただいたのに慌ただしくてすみません。お疲れでしょう。どうぞ部屋に戻って休んでください。大丈夫です。明日が終わればまた元のように落ち着きますから。明日、押し付けられたの方が正しいかもしれないけど。あの時のことを思い出すと今でも恥ずかしいわ。ベリアルの前で着替えるなんてバカよね、私。もうこんな自分は嫌。ちゃんとしておけばよかったな。明日きっとここの警備は薄くなる。でも今なら自分の運命は自分で決めたい。ベリアルは
どんな顔をするかしら。いつからこんなに惹かれていたのかしら。迷いも後悔もあるけれど、でもその前に、誰から会いに行こうかしら。とりあえず玄関に行ってみましょう。あ、ルシエル、こんなところでどうしたんだ。あなたこそ、明日の準備とかしなくてもいいの。準備っつってもな、下っ端の連中ならともかく俺には今更必要ねえよ。あんたもあんまフラフラしてんなよ。明日ここが奇襲を受けるって可能性も絶対ないとは言えねえんだからよ。そうね、気をつけるわ。明日のことでも心配してんのか。大丈夫だって、俺たちが天使なんかに遅れを取るわけがねえだろ。そういえばベルからルシファーの話って聞いたことがないわね。ねえベル、あなたはルシファーのことどう思っているの。なんだよ急に。他の奴らから嫌になるくらい聞いているだろ。それはそうなんだけど、やっぱりベルからも聞いておきたくて。ああ、他の奴らにはあんま言うなよ。俺は別にルシファーに覚醒してもらわなくても構わねえんだ。え？俺の夢は下克上だからな。まあだからって覚醒を阻もうとかは思ってねえぜ。ルシファーがいるとベリアルがやる気になってくれるからな。そうしたら俺の仕事もかなり減るだろうし。よっぽどベリアルに仕事を押し付けられているのね。冗談とかじゃないわよね。あ、一応言っておくと今のどっちも本気だからな。そういうわけなんで、あんまりルシファーの話をしたくなかったんだよ。あとこの話他のやつには言うなよ。特にアストラトに聞かれたら面倒で仕方ないよ。そうでしょうね。どの道もう俺にどうこうできる問題じゃないだろう。あんたはここにいて、もう覚醒は目の前なんだから。そうね、私の誕生日が来れば。このままここにいれば。あんたが何考えているかなんて俺には分かんねえけど、あんま変な気は犯さない方がいいぜ。え？切れたベリアルは本当に面倒だからな。悔しいが俺を差し置いてゲントップをやっているだけあるんだよ。だからって今さら。次はどこに行こうかしら。案外遊戯室に誰かいるかもしれないわね。彼のところに向かえば決心が揺らいでしまう。ルシファー様、どうされたんですか、こんなところで。てっきり部屋に戻られたのかと思っていました。そうだぜ、あんたこんなところで油売ってる場合じゃないだろう。ま、俺たちが言えることじゃないけど。本当ね、
明日の準備とかしなくていいの？私が言えることじゃないけど。エール、あなたのせいですよ。でもいいですね。本当にな。あんた、そんな冗談が言えるようになったのか。え？あんた、変わったよ。それがいいことなのかは俺にはわからないけど。なあ、そう思うだろ？そんなとこで見てるだけなんてらしくないぜ。確かにそうね。あなたは変わったわ、ルシエル。それもいい方向にね。お姉ちゃん。真面目に頑張るのはあなたのいいところよ。私も何度救われたかわからない。でも心配だったの。あなたがいつか壊れてしまいそうで。ルシファー様、どうか心配なさらないで。私たちは必ず帰ってまいります。今度は私たちにあなたを救わせてください。そうだぜ。あんたはただ待ってればいいんだよ。で、今度は勝負すんの、こいつでね。ええ、信じてるわ。されているのよね、きっと。それが私なのかルシファーなのかは分からないけれど。ベリアル、ベリアルを傷つけたくない。こんな風に穏やかな時間は過ごせなかったでしょうね。でも